えー、こんにちは。即歌塾の久保です。えー、今回の動画はですね、週刊中年ジャンプのストーンさんに変身動画となっております。まあ、ですんでね、他の方は多分あんまり見ても面白くないかと思います。えー、この度ね、週刊中年ジャンプのストーンさんから、週刊中年ジャンプという、まあ、いわゆるね、動画の雑誌スタイル、まあ、いろんな情報を発信していくというスタイルから、これ、株に絞れないかなということでね、えー、まあ、株マガジンっていう風になってくる と聞いております私これね、えー、まあほにいい流れだなと思ってまして最初はまだテーマがはっきり決まってないんでとりあえずいろいろやってみようかなっていう中で、まあ、自分のモチベーションとか反応とかこれからの可能性とかを見てですね、まあ、株がいいんじゃないかなっていうことがだんだん決まってきたこととあとやっぱりねストーンさんご自身が株をずっとされてるってことなんで、まあ、得意分野ではあると思うんですよ。私が自己紹介を お願いする時にねいつもね趣味や特技は何ですかって聞くことがあるんですよまさに趣味や特技これを生かして仕事にできれば一番モチベーションが続くしやればやるほど自分のスキルも上がっていく提供できるもののレベルが上がるしいいんではないかなと思ったんですよねまあでも反面情報発信の作業を始めていくときにいきなり自分の特技とか専門分野ってものが見えてこない場合がありますその場合はとりあえず いろんなものを発信していくっていうスタイルを私はね何も発信しないよりはいいんじゃないかなと思ってるんですよそして動画を今回動画ですけども動画をたくさん発信する中で株のこととかね投資のこととかを発信してそれがあ自分には合ってるかもしれないなとネタもつきないしいろんな角度からオリジナリティのあるお話ができるなと思ってプラス反応もあればチャンネル登録数が増えてきたりとかね何がしかの再生数の反応があればさらにそれを際立たせていくために よし、今までは中間中年ジャンプというふうなオールジャンルを扱ってきたけれども、これからは専門チャンネルにしようかなというふうに固まってきたと思うんですよね。まあ、こういった形でいい流れだというふうに判断しました。逆にですね、ずっといろんなジャンルをやってくると、一体この人は何を発信したいのかなと。自分は読者としてこの人のチャンネルに合ってるのかなというふうな迷いを生じさせてしまうんですね。で、株のチャンネルで、クソンさん自身が ものすごくね、人気になっていったら、今度はストーンさんの情報だったら何でも受け取りたいですよっていう風な濃いファンが出てくるんですよ。株から始まったストーンさんのファン。そういう人に対しては、また、バラエティ豊かなね、いろんなジャンルで受けると思います。それこそ、ラーメンを食べた動画ですら見てもらえると思うんですよ。まあそういう風うな形でやっていきましょう。うん。まあ一言で言ってね、無名なうちは、無名なうちはですよ、いろいろやらない方がいいです。本当に。一つのことをやって、どちらかというと、 株に興味がある人というくくりでストーンさん自身を見てもらうっていう形にした方がいいですね。オールジャンルでやっちゃうとストーンさん自身に魅力があってなおかつストーンさんの見るいろんなジャンルってことになるんでちょっとハードルが高いのと順番実は逆なんですよね。まあ、けど情報発信の練習という部分もありますんで私はとりあえず何でもいいから発信しましょうと動画アップロードに慣れていきましょうというふうな量を優先させました。これから一つ質が上がってですね 専門チャンネルという質に移行してきました。とってもいい流れだと思います。このまま続けていただきたいと思います。それではですね、チャンネル名が変わったことと、なんでチャンネル名を変えようと思ったのか、これからどんな形で情報発信していこうと思うのか、こういったことも込みで、何話かに分けてね、えー、予告編をやればいいんじゃないかなと思います。それではこれからもよろしくお願いします。